上の歯をきれいにさせていただくお客様です。今回ですね、上の前歯の歯並び4本ですね。で、今の術前の状態で見ていきますと、前歯ね、2本が少し内側にこう捻転といってですね、少しねじれているところや、あとはまあ歯茎のラインですね、そこのちょっと不揃いな部分を歯肉成形術併用でセラミックで美しく透明感のあるセラミックを入れていきたいと思います。ちょっと斜め感じで、少しね、横にこう張り出して見える歯も歯列をきれいに整えて、内側にね、しっかり入れて見えるように形を作っていきたいと思います。上の歯をきれいにさせていただいたお客様です。はい、そうですね。はい、今回ですね、上の前歯の4本ですね、ダイヤモンドセラミックで美しいお口元に変えていくことができました。で、術前ですね、前歯の歯の大きさの、不統一なところをしっかりと統一感を出して、サイズ感やと色もね、透明感をしっかり出して美しいセラミックを入れていくことができました。ちょっと横からグッと立ってみて、はい、